にちは、本田ミックです。今日はこちらビレッジヴァンガードの福袋を買ってきたので紹介していきます。まず私が買ったこの福袋の値段が3600円です。値段が3600円、5500円、11000円と3種類あって、私が買った以外にドラえもん、スヌーピー、名探偵コナン、ディズニー、スターウォーズ、ミッフィー、ミニーなどなどね、いろんな種類があったみたいです。私が買った店舗は札幌駅に入ってるビレッジヴァンガードで、初売りが1月2日からだったんですけど、その初日の朝に買いに行きました。サイト見たらなんか事前の予約とかもあったみたいなんですけど、全然見てなくてもう当日買いました。私が買ったピンクがビレバン福袋、巣ごもり女子のモフモフな福袋ということで、楽しみ。ビレバンの福袋買うの初めてで、なんかビレバンの福袋といえば YouTuber が紹介してるみたいなところがあるので、ちょっと買ってみたいなとは思ってたんですけど、結構お洋服の福袋とか買うことが多くて、あのスリーコインズとかいろんなところで福袋を他に一気に買ったんだけど、袋がこの2022年めちゃめちゃ流行って、私も好きなこのおぱんちゅうさぎの袋っていうのが、私はすごいこれ持って歩くのちょっと誇らしかった誇らしかった、めっちゃ可愛いと思って。袋、西野さんのスウェットです。今日はうさぎ年、めっちゃ可愛いよねこれ。それでは1点目、はーい、おー、めっちゃ可愛い、寝てるうさぎのぬいぐるみが入ってました。なんか何が入ってるか見れるんですけど、ここにねちょうど書いてあったやつです。あ、耳すごい肌触りいい、可愛いです。それでは2点目、お、なんだこれ、缶 UV カットクールタオルケットレモンっていうのが入ってました。濡らして振ると冷たさ復活、 UV カット効果のあるクールタオル、あげてみます。旅館、あ、やっぱり結構大きい、すごい薄い、タオルケットっていうから普通にタオル生地入ってるのかと思ってたけど、確かにこの冷感っていうのがすごい触って分かりますね。なんか感触が冷たく感じる。これをねめちゃめちゃ暑い夏に絞って使うと涼しいよっていうことで、そのアウトドア派の人にはいいかもしれない。私も家にあのエアコンがないから、家の中で過ごすとき暑って扇風機だけでは足りないってなったときにちょっと使おうかなと思います。3点目いきます。じゃん、こちらエコバッグハンカチが入ってました。普通のハンカチっぽいけど、あ、なるほどなるほどなるほど、この四角いただのハンカチ風だけど、こう袋になってて持ち手がついております。確かにかさばらないかも、畳んで小さく持ち歩けるし、ハンカチとしても使えるし、エコバッグとしてもアイデア商品だね。これはイオンの雑貨屋さんとかにも置いてありそうなんか想像つかない、ちょっとありそうだよね。4点目はじゃじゃん、お、またぬいぐるみかな、かわいい、かわいいね、恐竜のぬいぐるみにチャームがねついてて、あ、かわいそう、ちょっとかわいそうだけど、ここにこの中に袋が入ってて、かわいいミニマムサイズのエコバッグが入ってました。ちょっと街もちゃんとあるから、卵のパックがジャストサイズで入りそうな大きさのエコバッグです。これよく見るとね恐竜柄ですごいかわいい。ただこれあのなんか若干の難点を感じるんだけど、これ中に戻すのめちゃめちゃ大変そう。ちょっと一回戻してみますね。でちょっと今折り目あるからさっきと同じように折れてかわいそう。いけた、エコバッグ2個入ってたな好みの方を使ってねっていうことなのか。前髪をね伸ばしてる途中なんですよね。なのですごくあの中途半端に目に入りそうになる。そんな私ですが6点目紹介します。せーのかわいい、これ一番今のとこ一番ネムネムアニマルズ除湿機、え、加湿じゃなくて除湿、加湿したいなんかさ、あのこういう似たような見た目で中に水入れてストーブの近くとかに置いてみたいなやつを昔持ってたんだよね。それかと思ってすごい喜んで、ぬか喜びしちゃった下のお皿とこの上に乗ってる猫ちゃん、聞こえるかな音、そう、波の音を再現するためのあの小豆みたいな音がしますけど、ここに、あ、これ中にシリカゲルが入ってますね。この子なんですけど抱き枕で
この子とこの子ね、一緒、同じミニチュアと大きいのと、ちょっと親近感を湧いて、この子自体は超可愛いので、もう6月とかになったらこれを出して快適な夏ライフを送ろうと思います。よし、ということで次7点目いきます。7点目、最後でした。着物ルームウェア、浴衣ウェアっていう、そう、このなんか袋ジェラピケみたいな、こうやってあと繋いでるフォームとかもこうやって売ってそう。ちょっと待って、かわいい。思ったのと違う。どう思ってたんだっていう方がバレたけど、思ってたのと違うよ。じゃあ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 、うん、じゃじゃーん。こんな感じのめちゃめちゃ長いルームウェアが入ってました。ふわふわ、めちゃめちゃ触り心地良いです。こんな感じの虎柄になっていて、すごい肌触り良い良い良い。一旦羽織ってみますね、最後で。で、ボタンを止めとかされて、あったかい、めちゃめちゃあったかい。今ね、もともと厚着してるからすごいモコモコなんですけど、いいですね。あとね、丈がすごい良くて、 149cm の私が履いてこう引きずらないぐらいです。モコモコのこういう生地のパジャマ着るじゃないですか。着ても寒い時があって、 GU で買ったこういう生地のモコモコのパジャマの上になんかジェラピケのカーディガンを羽織るみたいな、すごいあの合わない感じのコーディネートをしてたりするから、パジャマがイコールルームウェアっていう人だから、このね、浴衣らしさであるこの浴衣部分、あの火とかついちゃいそうだなと思うんですけど、私ビレバンの福袋ってもっとひどくて使えるものなどないみたいな感じかなと思ったんですけど、結構使えるものが多かったですね。ビレバンの福袋の中では結構いい方だったんじゃないかなと思います。私はそう思います。あと最後にちょっと見せたいものがあります。ちょっと持ってきますね。ビレバンってなんか商品の紹介のところに手作りのポップが書いてあったりとかすると思うんですけど、この福袋についてたのがね、これがついてて、あの買おうって思いました。今目が合いましたねって言われて、買うしかないって思って、ピンクはピンクでも後ろのやつか前のやつかとか思ったんですけど、でもこれにしようと思ってこのポップも持って帰ってきました。めっちゃ可愛いし、これを書いてくれた店員さん、ありがとうございます。当たりでした。というわけで最後まで見てくださってありがとうございました。あ、なんかビレバン福袋意外と外れじゃないかもって思ってくれた人はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ちょっと私はいらないなって思った人もチャンネル登録高評価コメントお待ちしてますので、ぜひまた来てください。ビレバン福袋買ったことがある人がいたら、こんなのが出たんだよねみたいなエピソードコメントでお待ちしてますので、読むの楽しみにしてます。またね。